日産、シルビア日産、ワンビア日産、180SX 日産、ワンビア日産、シルビア日産、240SX 日産、ワンビア S13 の北米使用者は、法規制の関係により、純正時点で、いわゆる、ワンビアとなっている。ワンビアとは、日産自動車製の乗用車、シルビアのフロント構成部を、同じく日産自動車製の乗用車である180、 SX のフロント構成部品に交換した車両を、いわゆるに小位置を施した改造車の位置形態を意味する語であり、公式に存在する車種を呼び車種名ではない。A シル、ワンシルなど様々な呼び名が存在する。シルエーティとは、前後逆の構成である。なおシルエーティは 180SX がベースであるのに、対し、こちらはシルビアをベースにしている。したがって、ワンビアの正式な車種名は、 シルビアである S13 型シルビアと 180SX は異なる車種であるが、姉妹車の関係にあり、それぞれの構成パーツにおいて互換性が高く、流用が容易に行える。この特徴をうまく利用したのがワンビアと呼ばれる車両である。シルビアはヘッドライトが固定式であり、かつノッチバッククーペというスタイリング。180SX はリトラクタブルヘッドライトで、 ボディ形状は同じクーペではあるもののハッチバックである。ワンビアはシルビアをベースとして 180SX の各種フロント構成パーツに組み替えたものでリトラクタブルヘッドライトを装備するノッチバッククーペである。背景としては 180SX のフロント構成パーツをシルビアのものに置き換えたシルエーティの存在がある。ワンビアはいわばその逆を行った自動車である。 しかしながら、シルエーティについては、当時の S14 型シルビアが不人気であり、むしろ旧型の S13 型シルビアの人気が高まり、その代替車としてのニーズがあった。また 180SX のフロント部分が破損した、時に S13 型シルビアのフロント構成パーツを流用して修理した、方が安上がりである、軽量化のため性能が向上するというメリットがあった。 ワンビアについては、人気車種となっていた S13 型シルビアを、わざわざその当時も新車が発売中であった 180SX 類似のデザインに改造する、必然性は、ほとんどなく、パーツはかえって高価で、重量増大のため性能も下がるため、シルエティのような人気は出なかった。しかしその 180SX も生産が終了した、近年では、あえて、ワンビアでの参戦にこだわっていた。 黒井敦氏など、関西出身のプロドリフト選手の活躍により、特に、ドリフト競技において人気は逆転しつつある。日本使用者の場合は改造者だが、国によっては純正の時点で、ワンビアとなっている場合がある。北米がそれに当てはまり、シルビア及び 180SX の北米使用者で、ある 240SX の S13 型については、 ワンビアと同形状のリトラクタブルヘッドライトを搭載したノッチバッククーペモデルが存在し、こちらは新車販売がなされている。これは日本におけるワンビアと構成が同じものであった。日米の規制の際から他にも異なる部分はある。よってシルエティやワンビアが容易に成立するのはむしろ当然とも言える。ベースとなるシルビアは原則として 180SX と 同型版の S13 型である。しかしながら大幅な板金作業を伴い S14 型シルビアをベースとするワンビアの製作例がある。これは S14 型シルビアのデザインが不評で、それに比べれば 180SX の方がまだ人気が高かったことによる。また D1 ドライバーの内海明のが S15 シルビアベースのワンビアで D1GP に参戦していたこともある。 180SX とシルビアを組み合わせた造語である。フロント側が 180SX であるから、その車種名、180SX の前側2文字、1をリア側のシルビアについては、シルビアの後ろ側2文字、ビアをそれぞれ抜き出し合成したものである。ただし、公式名称ではなく、俗称に過ぎない。なお、シルエティの名称は、この逆の理由から、ありがとうございます。